永井荷風作隅田川。ひとしきり毎日毎夜のように降り続いた雨のあと、今度は雲一つ見えないような晴天が幾日と限りもなく続いた。しかしどうかして空が曇ると、たちまちに風が出て乾ききった道の砂を吹き散らす。この風とともに寒さは日に増し強くなって、締め切った家の戸や障子が絶え間なくガタリガタリと悲しげに動き出した。長吉は毎朝7時に始まる学校へ行くため、遅くも6時には起きねばならぬが、すると毎朝の6時が起きるたびにだんだん暗くなって、ついには夜と同じく家の中には灯火の光を見ねばならぬようになった。毎年冬の初めに長吉はこの鈍い黄色い夜明けのランプの火を見ると、何とも言えぬ悲しい嫌な気がするのである。母親は我が子を励ますつもりで、寒そうな寝巻き姿のままながら、いつも長吉よりは早く起きて、暖かい朝飯をばちゃんと用意しておく。長吉はその親切をすまないと感じながら、何分にも眠くてならぬ。もうしばらくこたつに当たっていたいと思うのを、むやみと時計ばかり気にする母にせき立てられて、不平だらだら川風の寒い往来へ出るのである。ある時はあまりに世話を焼かれすぎるのに腹を立てて、注意される襟巻きをわざと解き捨てて風邪をひいてやったこともあった。もう帰らない幾年か前、羅月のおじに連れられ、おいとも一緒に鳥の市へ行ったことがあった。毎年その日のことを思い出す頃から、間もなく今年も去年と同じような寒い12月がやってくるのである。長吉は同じようなその冬の今年と去年、去年とその前年、それからそれと幾年も遡って、何心なく考えてみると、人は成長するに従っていかに幸福を失ってゆくものかを明らかに経験した。まだ学校へも行かぬ子供の時には、朝寒ければゆっくりと寝たいだけ寝ていられたばかりでなく、体の方もまたそれほどに寒さを感じることが激しくなかった。寒い風や雨の日にはかえって面白く飛び歩いたものである。ああ、それが今の身になっては、朝早く今戸の端の白い霜を踏むのがいかにも辛く、また昼過ぎにはいつも木枯らしの騒ぐ松山の老樹に早くも傾く夕日の色がいかにも悲しく見えてならない。これから先の一年一年は自分の身にいかなる新しい苦痛を授けるのであろう。長吉は今年の12月ほど日数の早く経つのを悲しく思ったことはない。観音の境内にはもう年の位置が立った。母親のもとへとお歳暮の印にお弟子が持ってくる砂糖袋やかつぶしなどがそろそろ床の前並び出した。学校の楽器試験は昨日済んで、一方ならぬその不成績に対する教師の注意書きが郵便で母親の手元に送り届けられた。初めから覚悟していたことなので、長吉は黙って首を垂れて、何かにつけてすぐに親しとり子しとりと哀れっぽいことを言い出す母親の意見を聞いていた。昼前稽古に来る小娘たちが帰って後、昼過ぎには3時過ぎてからでなくては学校帰りの娘たちはやってこぬ。今がちょうど母親が一番手すきの時間である。風がなくて冬の日が往来の窓一面に差している。檻から突然、まだ格子戸を開けぬ先から、ごめんなさいという派手な女の声。
母親が驚いて立つ間もなく、あがりがまちの障子の外から、おばさん、私よ、ご無沙汰しちまってお詫びに来たんだわ。長吉は震えた。お糸である。お糸は立派なセルの吾妻コートの紐を解き解き上がってきた。あら、蝶ちゃんもいたの？学校がお休み？あら、そう。それからつけたようにほほほほっと笑って、さて丁寧に手をついてお辞儀をしながら、おばさん、おかわりもありませんの？本当についうちが出にくいものですから、あれっきりご無沙汰しちまって。お糸はちりめんの風呂敷に包んだ菓子折りを出した。長吉はあっけに取られた様で、物も言わずにお糸の姿を見守っている。母親もちょっと煙に巻かれた形で神物の礼を述べた後、きれいにおなりだね、すっかり見違えちまったよ、と言った。嫌に老けちまったでしょ、みんなそう言ってよ、とお糸は美しく微笑んで、紫ちりめんの羽織の紐の溶けかかったのを結び直すついでに、帯の間からビロードのタバコ入れを出して、おばさん、私もうタバコ飲むようになったのよ。生意気でしょ。今度は高く笑った。こっちへお呼んなさい、寒いから。と母親のお豊は長火鉢の鉄瓶を下ろして茶を入れながら、いつお披露目したんだい？まだよ、ずっと押し詰まってからですって。そう、お糸ちゃんならきっと売れるわね。何しろ綺麗だし、ちゃんともう字はできているんだし。おかげさまでね、とお糸は言葉を切って、あっちの姉さんも大変に喜んでたわ。私なんかよりもっと大きなくせに、そりゃずいぶんできない子がいるんですもの。この節のこったから。おとよはふと気がついたように、茶棚から菓子鉢を出して、あいにく何にもなくって、同僚様のお名物だってちょっとおつなものだよ、と箸でわざわざつまんでやった。おっしょさん、こんにちは、と甲高な一本調子で二人連れの小娘が騒々しく稽古にやってきた。おばさん、どうぞお構いなく。なーに、いいんですよ、と言ったけれど、おとよはやがて次の前へ立った。長吉は妙に決まりが悪くなって自然にうつむいたが、お糸の方は一向変わった様子もなく小声で、あの手紙届いて。隣の座敷では二人の小娘が声を揃えて寒河江お室の花盛り。長吉は首ばかりうなずかせてもじもじしている。お糸が手紙をよこしたのは一の鳥の前自分であった。ついうちが出にくいというだけのことである。長吉はすぐさま別れた後の生涯をごまごまと書いて送ったが、しかし待ちもうけたような折り返したお糸の返事はついに聞くことができなかったのである。観音様の位置だわね。今夜一緒に行かなくって？あたい今夜泊まってってもいいんだから。長吉は隣座敷の母親を気兼ねして、何とも答えることができない。お糸は構わず、ご飯食べたら迎えに来てよ、と言ったが、その後で、おばさんも一緒にいらっしゃるでしょうね。ああ、と長吉は力の抜けた声になった。お糸は急に思い出して、小梅のおじさんどうなすって？お酒のによって羽子板屋のおじいさんと喧嘩したわね。いつだったか、私怖くなっちまったわ。今夜いらっしゃればいいのに。お糸は稽古の隙を伺っておとよに挨拶して、じゃあ
晩ほどどうもお邪魔いたしました」と言いながらスタスタ帰った。